タートしました。バラッとしたスタートですが、まず7番湘南アイビーいいスタートを切っています。6番ジャッカル前の2頭です。外から制して12番レッドフランカー上がっていきました。さらに外からは18番スターリーアイズ、13番のマジェスティロゼ、8番グランメテオール、内から9番バラキエル、外は15番リフレームが上がっていきました。中段外目に14番ノースザワールド、ここまで1段外回りコースに向かいます。2馬身3馬身と間が空いて10番ブルガリアンローズ、5番サンズオブタイム、外は11番のエコロペガサスが並んでいきました。3コーナーに向かっていきます。外からは16番のラインプリンス押し上げていきました。後方から5投目ぐらいに17番のギャリエノワール、外に4番エイハイファントム並んでいっています。3、4コーナー中間へ2馬身3馬身がいて5番サンズオブタイム、この外に3番ダノンランディ後方寄りの追走となりました。残り800を切っていきます。後方2頭が2番セイカットサイナリと1番ノーブルウィングという展開となっています。外回りコース直線コースで出てきました。馬場の4分どころ15番のリフレームが先頭です。リードが2馬身から3馬身、空いた内に持ち込もうとする6番のジャッカル、そして12番のレッドフランカー、ちょっと15番のリフレームが大きく外に寄れてしまっていますが、内回りとの合流点を過ぎるところ、その後ろからはスターリーアイズ、14番ノースザワールドを追ってきて、外からは16番ラインプリンス、徐々に前が広がって残り200を切りました。内側とジャッカル、レッドフランカー粘っているところ、外から18番スターリーアイズがかわしに行く、この外から17番ギャリエノワールド、一気の差し合い、さらに外15番のリフレーム、外らしそうに大きく走っていますが、前が広がってリフレーム、リフレームがゴールイン。